と日清めちゃめちゃ強くなってるんですよ、彼。しかもパンチ力もあるんで、もともとパンチ力すごいからね。でも、まあ、兄貴より選手だし、確かに、あ、その、そういう構図が始まってるんで。あとは西谷くんだね。西谷くん、ね、西氏と横田さん。横田さん、現役の僕に今勝てるのかっていうのがマジで気になりますね。まあまだまだ俺のレベルじゃないなっていうのは。このカードいいカードですよね。いやこれそう格闘家なので、はい、しかも俺横田さんとも俺試合2回してるのよ。やってますよね、やってますね、はい、タイトルマッチでやってる。そうタイトルマッチでディープの、はい、横田さんね強いですからね、しっかり。そう、まあでも多分ずっとやってなかったと思うんで、うん、どんぐらい回してくるのかっていうのもありますし、うん、あと日誌ねめちゃめちゃ強くなってるんですよ、彼。しかもパンチ力もあるんでね、もともとパンチ力すごいからね。でもちょっと行き過ぎちゃう癖があるんで、なんか強引に挑発されて行き過ぎなければいいけどなっていう。10秒前、プロの腕か、それともバンクルーダスか。左やった、また左、この入りで見える西谷なら前に出る、笑った。これぞプロ渾身の拳でした、西谷対戦雑魚終了間際でした。あとなんかその盛り上げようとしちゃうんで、彼の生活でしょ、そこがちょっと不安なところではあるんですけど。で、なんか今そのトライフォース VS K クラン、はいはいはい、あの、まあ、兄貴が牛久選手でらしい、確かに、あ、その、ね、そういう構図が始まってるんで今。確かにこれはそうだね、負けられないよね。負けられないんですよ、チームとしても負けられないんで、ね、いやでもやっぱこうやってね、過去のまあね、俺ら世代の選手とかがこうやってブレイキングダウンに出てくれると、なんか、いや、嬉しい、すごくなんか、すごいっすよね。まあ、勝利さんもね、次参戦ですね。はい。